どうもこんにちは、太田です。今日は東京競馬場に来てます。天皇賞を見に来たんですけど、まあそれだけをかけようかと思ったんですけど、せっかくなので今6レースかけてみました。ワイドで8、14、まあそんなに大きくかけずに小さくかけてみたんですけど、当たりました。結果が向こうに出てます。ワイド84が420円なので500円かけたから2100円ですね。よかった、ご飯代稼ぎました。メインは天皇賞なのでそれ以外はかけたりかけなかったりで行こうと思います。まあ変に買ってマイナスにならないように。よし、決めました。4のレイデオロ、5スワブリチャード、7アルアイン、10奇跡、11ミッキーロケット。天皇賞秋 G1 3連複ボックスでこの5頭いきます。保険でもう一つ4、5、10のワイドボックス、これを各500円、1500円分買っておきます。
ということで、全レース終わりました。でメインの11レース天皇賞はワイドのみ的中です。これ以外には6レースがこれもワイドで当たりました。でこの他はもう1レースやったと思うんですけど、全部で3レース計算はしてないんですけど負けてはないと思います。ちょっと勝ったか、まあ本当プラマイゼロぐらいな感じかなと思います。年内はもうこれで来ることはないと思いますが、東京競馬場楽しかったです。また来年の天皇賞来れたら来ようと思います。残り何レースあるのかな、年内有馬記念までなんとか勝ちで終われるように楽しんでみようと思います。ではまた次の動画で、さよなら。